このゲーム初めてやる。ミラーの数やばいんだけど、トラックってこんなにミラーついてんの。あー、危ねー。うぅ。F3? うずずずずず。F3 押してると。あー、踏んじゃったー。あー横転したんだけど。レッカーさ、はよー。おい、まずいぞ。やば、なんか、ありえない動きをしている。どうすんのこれ。なんかやばい動きしてる。なんかケーブルめっちゃ伸びてる。まあまあ、渋滞。どこに行くの？どこに行くの？車線、右車線だから。あらららら。やばい。嘘やな。ここか？信号無視だって。信号どこ？また横転したんだけど、嘘でしょ？あー、ちょっと待って。進まねえ。なんで？これバックもしかして、これもしかしてバックか？これ荷物入れるって考えたら、これもしかして逆じゃねえか？食い込んだのが。この車の免許取った人すごすぎるぞ。いや、ルナと運転してるからさ、この全ての免許持ってるから余裕なのだよ。運転できて当たり前なんだよ。90キロになったちょっと危ないんで惰性で走ろう。キュイーン、ほい。お、結構、なんか、急なカーブ来た。あー！ブレーキしちゃった。夜間。夜間配送。あれだな、急ブレーキ。ブレーキするとき難しいんだね、これは。ダイナマイトや花火、弾薬を運ぶの？農薬のような毒物は人の健康に有害な物質。バイオハザードって書いてある。感染性物質、バイオウイルス。これは、バイオハザード始まる。これ、このゲームってそんな危険なものを運ぶの？株式会社ひねもり建設というものが出てきてるの。え、会社経営すんのこのゲーム。銀行融資とかすんのこれ。え、そういうゲームなの。え、チューリッヒってなんか CM に聞いたことあるぞ。チューリッヒって場所があんの。しょうがなくない、見えないんだからさ。あいで、あ、一時停止だ。おお、危なぁ。新着メール、運転中にメール送んなよ。あ、どこ、写真、写真どこ。あ、赤信号だよね。停止。また信号かよ。トラッカーに、瞬発力がないからスピード出るまで時間かかるっちゅうのによ。あ、待って、右か。うわお、左から赤い車、乗用車に抜かされました。え、エンジンが故障しました。おい、それよくないだろう。ちゃんと点検してくれよ。おっとっとっと、車詰まってるよ。とあなた運転できるよ、当たり前だろう。じゃ、パーキングエリアまであと200m。音で大丈夫みんな。ここ逃したらしばらくないけど。音で行けないからね。ほぼまっすぐ。おお、みんな抜かしてくな。今92キロ出してんだけど、お前ら絶対100キロ超えてんだろう。
あんたら飛ばしすぎだぞ。あ、待って、あ、行き過ぎた。あ、ちょっと待って、行き過ぎたよ。ちょっとこっちに右折したい。あはい、どんなムンディ、エクセレント、あなたうますぎ、ふふー、ここで一時停止、右、左、はい、大丈夫、多分もうちょっと、ん、なんだパ、うんうん、なに ETC、 もう ETC ついてないな、もう少しでパーキング料理、ボトルは大丈夫ですな。トイレ行きたい。もう過ぎちゃったから我慢して。こっち？い、出口？高速出口？うわー！ぶなー！止まったのだ。ここを右に？で、左に曲がる？どこだ？え？こっちか？あ、違うな、こっちじゃねえ。エクセレント。うわ、うますぎる。無糖開発？は？無糖化？え、なんで？雨の日つけなきゃいけないの？あ、明るいやん。え、雨の日？つけんだっけ、明るいやんけ。ちょっとやばい、この視点むずいぞ。この視点怖すぎる。わっわっわっ、看板に頭ぶつかる、看板怖い。なになになに、ハザード？事故った？あ、ふざかんなよ。いや、やば。なんかまたなんかいるんだけど。なにあれ、通行止め？なにこれ、ヘリコプターがいるんですけど。事故ですか？通行止めなんですけど。どうすんのこれ。おーい、おい、誘導しろよ。おい、なんで誘導しねえんだよ。突っ込んできたな、ここ。ちょっとここ今自分立て行き止めね、なんでちょっとこっち行ってください。誘導しろよ、行く場所ないやんけ。あ、ふざけんな、あそこ通行止め置いとけよ。ここバックしていいの？そやん、ここバックするとか、こっちの方が交通違反やろ。うん、ここどうやって行くんだよ。こんな長いののバックとか無理なんだけど。支配になってる。1分遅れたら地配になった。あそこにヘリコプターさえいなければ。狭っ、狭くな、ここ左。何の拷問だこれ、狭すぎなの。そこの超過違反なんでやねん。 あいつのがもっと出しとるやろ。おい、な、監視ついてるぞ、この車だけ。ふざけんな、あいつだって飛ばしてんだろうがよ。どうだ、エクセレントー。おい、抜かされたぞ。こっちとら60守ってんのに抜かしてんじゃねえよ。あいつ捕まるや。あ、どんどん抜かすのやめなよ。黄色はセーフ。おい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 、黄色だな。
すごーい。あと30分ぐらいで着くのか。じゃあ飛ばすぜ。おー、ファンがよや。あー、すごい。大丈夫。うわあ見えないあー、ルナタは悪くない。スピード出せって言ったやつのせい。やば、乗り上げちゃった。まあ、でもルナタ運転うまいからね、何の問題もなかったのだ。まあ秘めたるもの何でもできないとな。